皆さん、こんにちは。しほりみチャンネルのしほです。はい、じゃあ今日はしほの机紹介をしたいと思います。リクエストがね、多かったので、していきたいと思います。はい。で、りみさんは、ちょっと今ね、照明係をやってくれてるんだけど、ちょっとね、ライトの調子が悪くて、ちょっとね、たまにちょっと消えちゃったりして、なんか明るさが違うってなっちゃうかもしれないんですけど、すみません。すみません。みちゃん、頑張って。うん。じゃあ、まあ、お部屋紹介とかもね、あのリクエストが多いので、今度ねしたいと思います。あとウォークインクローゼットとかあの、洋服がしまってあるところも紹介できたらしようかなと思ってるので、今日はねとりあえず机紹介をしたいと思いますね。Yes. IKEA で買った上がベッドで、下が机という。そうだね。ベッドはね今度あのお部屋紹介の時にしましょうね。うん、はい、今日はとりあえず机だけ紹介しましょう。はい、翔ちゃんの机は、まあ、こんな感じです。ライトがねなぜか2個あるんだけど開けた、消えちゃった。大丈夫ですか？大丈夫ですか？すいません。一番右に教科書とか辞典があって、でここの中にはなんだっけちょっと見ていい？貯金箱が入って、ここにお金が入ってる。大事にこうやってしまってある、で、ここにはペンとのりです、でね、このペンはここにあるやつをタッチペンなの。タッチペン、スマホの。そう、スマホのタッチペン使えます。のでここに置いてます。で、こっちが綺麗なのりです。あ、そうだね、液状。まだ一回も使ってません。綺麗だから飾っておこうと。で、この星は100均で昔買ったやつ。で、これは？これはダイソーで、この前の動画で出てると思うんですけど。あ、そうだね。音フェチやった時にちょっと、そこに書いてあったね、しかもね。あの、スライムの動画撮った時結構乱れてたけどね。ちょっと片付けたね。片付けました。そこもメモ、ここ書いてたのに消したね。消しました。でもあそこトイレなんですよね。あ、そっか。黒板とホワイトボード両方書けるんだよね。そう、黒板、こっちの面が黒板で、こっちの面がホワイトボードね。でもね、すごいんだけど、うち黒板ね、書くとさ、粉がすごいここに溜まっちゃうから、今ね、ホワイトボードにしてます。じゃあ、このね、シートは、あの、ニトリで買いました。ね、ちょっと前まで何もしてなかったんだけど、すごいね、鉛筆で真っ黒になっちゃって、その度にね掃除するのすごい嫌だって言ってたので、買いました。透明が良かったんだけど、透明がなかったので、とりあえずこれにしました。まあ、これもモノトーンだから、まあ合わなくはないのかな。じゃあ次こっちの紹介しましょう。こっちまずこれが、この中に入っているのが、ミニのコロコロです。それ使えるの？うん、使えます。から今汚いけどいい、こうやって。本当だ。もうちょっとね、消しカスがね、消しカスというかね。この入れ物は三日月桃子だっけ、買ったやつ。この入れ物は三日月桃子で、これは三宝石さんで買った。三宝石さんで買ったやつね。そうです。オッケー。じゃあ次行きます。はい。じゃあ次はこの写真で、この写真立ては100均で買って、このシールも100均で買って、自分でつけた。そう、自分でつけました。ほっぺちゃんがいる、ここに。ここに。三宝石とくっていうか、ほっぺちゃんショップで買ったほっぺちゃん。これ2つのセット。あと、このね、バナナスタンド。この前ね、神奈川のリサイクル、なんだっけ。すごい安いね、お店行って、バナナスタンド買ったんだよね。100円。みんなバナナスタンドを机に置いたら邪魔じゃないってなんかコメントで書いてあったんですけど、なんかね、置いてもここにね、なんかかけられたり、下になんか物がこう飾られたりして、まあ一応使い道はあるかなという感じで、とりあえず使ってみました。はい、ね、でね、これこの写真はね、七五三のリミの、7歳の時。今度今年リミちゃんまた7歳の七五三を撮らなきゃいけないから、したら、ね、これ5歳の時？しほちゃん、しほちゃんが7歳か。うちが髪切った。しほちゃんの7歳の時かな。
うちがね、うん、あのね、うん、髪切ったね、次の日に、うん、あ、そうそうだったね。そうなんです。で、あとは奥は、味覚好きももこで買った2段の棚だね。うん。で、時計は前から使ってたな。もう6時、うん、50分やばいね、もう6時50分でした。まだ夜ご飯食べてない、うん、で、この辺はもう三日月桃子だったり百均がほとんどかな。 S って文字もね入ってます。で、この前買った三日月桃子で買ったこれだね、猫ちゃん。猫ちゃん見て見て、んこれひまちゃんとね、初めて原宿通り行った時に作ったやつ。 あ、そこでね。そうで、これが香り玉、ね、そう、あ、この前お友達とね、うん、仲良しのお友達と一緒に買ったやつ、メロンの香りなんです。半額だったんだよね。家具ママ、うん、大丈夫。いい匂い、メロン、うん、じゃあ次はここね、ちりとりがここにあって、うん、ここにはカービィグッズ、ね、カービィがね、ここに箱の中はこんな感じで、細かいお金とか、お金とかいい匂いのとか、あとホワイトボードのペンと、なぜかわかんないけどメイク落としと、 あとこれ、あとこれミニドラの映画見た時に買ったやつ。そう、800円だっけね。もうなんか自分の金で買ったね。電気切れちゃった、うん、ちょっと照明が弱いかもしれないけど、すいません、暗かったり、うん、じゃあ、みーちゃんも大丈夫で、ありがとう、うん、じゃあ、あとは引き出しかな。机の上はね、こんな感じです。あ、そう、写真は実はね、本当はもっと飾ってあって、うん、ちょっとね、お友達の写真を飾ってるんだよね、仲良しの友達ね。それはちょっとね、写さないようにしたいので、今は置いてあったのをちょっと外してあります。あと時間割表とかもちょっと一応外しました。この下に置いてあった、うん、一応ね、外しました。あと、しほちゃんはね、部屋の都合上ちょっとね、机の正面がカーテンみたいな窓なんだよね。でちょっとね、まあ、窓開けたり、昼間は窓開けるとすごく日差しが入ってすごくいいんだけど、うん、ちょっとカーテンはね、今はね、開けられないので、まあ昼間でもちょっとお家の周りは映せないから、まあ ね、じゃあ、はい、引き出し行きましょう。はい、はい、引き出しはどうですか。わあ、すごい、これは綺麗とは決して言えないけどね、綺麗じゃない、まあ、最低限のまあ、鉛筆とかで消しゴム。2段になってんだね。じゃあ3段です。すごい、3段になってんの、はい、あー、ほんとだ。これ結構高いんだね。猫ちゃん、かわいい猫ちゃん。で、ここが消しゴムとか、うん、ハサミとか、ね。そうそうそう。下もあんだ。下は糊とか、普通に長いもの。ちょっと結構ぐちゃぐちゃ気味です、ね。長いものとか、あと、うん、ここにはね。あ、プリクラが入ってる。そう、みんな。ハちゃんとか、さゆちゃんとか。そう YouTube の時に撮ったやつね。そう、うん、え、なぜかしほちゃんの一人チェキ、一人チェキがあるはい、じゃあ戻す。あれ、これ入れなかったっけ。こんな感じね。ここは2段、うん、で、隣がこの辺はスクイーズだね、うん、で、これがなんかお友達にあげたりして結構減ってきちゃった。減ってきちゃった、スクイーズたち。これはね、あの、余ってたので、ママからもらいました。余ってたっていうか、あの、UFO キャッチャーで撮ってダブったので、しほちゃんがおさわりようにしてます。ビンビンも欲しかった。で、これ三宝石さんで買った猫ちゃんだよね。かわいい、うん、かわいい。あの、とりあえずこの辺にも三宝石さんで買ったスクイーズとか、しほちゃんが初めて手作りスクイーズ作ったスイカのスクイーズ、これなんだっけ、去年の夏休みの工作にもしたんだよね。で、みんなに触られてね、みんなに触られて、もう空気が全然なくてね、もう柔らかくなくなっちゃった。そっかそっか。はい、じゃあ次行きます。で、ここはここはね、ぐちゃぐちゃです。ぐちゃぐちゃです。はい、じゃあこんな感じで小物がいっぱい入ってるね、うん、この辺が筆箱で、まあ奥もなんかこの辺がなんかメモ帳とかシールとかね、はい、で、ここがハンドスピナーとかぐちゃぐちゃ柄、うん、ガラクタガラクタが入ってない。はい、じゃあもっとあとアミーボーとかも入ってる。じゃあガラクタをね、今度整理してください。ここすごいよ、やばいよ、やばいや
ですよ。この辺が DS とか財布、使ってない財布だね。使ってない。で、この辺も小物が入ってて。な、楽しんでこれ。はい、あ、コマね。で、アミッキーとか入ってるね。光るものとか入れて、ここにはあのリミとあのお揃いなのが、お揃いの小物が入ってて、これはね、三宝石さんで買ったやつ。あ、それね、面白いね。面白いのこれ、だからこれ、しまってます。で、あとはみかんちゃんのグッズが時計とかね。あ、そうか、時計もここに。時計とか、あの缶バッチ、グーの缶バッチとかね。あとこれ作ったやつ、で、これもほっぺちゃん作った。あ、ほっぺちゃん、あ、作ったやつね。そうそう、はい、で、こっちがお人形がなんか窮屈そうにね、転がってる。お人形入らないんだもん。これね、しーちゃんにあげたの。チーポンが欲しい。あ、そうなんだ、かわいい、かわいい。見てこれ。あ、これレロネロさんにもらったやつじゃない？そうそうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。ここに入れたの。うん、見て。あ、チポこれ昔ね、しーちゃんに似てるからってパパがチポってつけてます。そう、チポってつけて買ったんだよ。はい、シホをね、チモにした。リミやチーポンってやめる。うん、はい、じゃあ次ちゃんと綺麗にしないとね、お人形がぶつかっちゃうんだよ。おいしょ、最後じゃじゃん。まあちょっとね、簡単に。この辺はもう何、テストとかだっけ。うん、テストとかで、この辺はね、お手紙とか使ったノートとか。お手紙、あ、便箋。便箋？便箋じゃない。何、お手紙。ああ、お友達からもらったお手紙か。これはみかんちゃんグッズとか、みかん、グッズっていうかね、グッズもあるけど、書いてくれたの、視聴者さんが。あ、そっかそっか。あと、ほら、お手紙。あ、三宝石さんが書いてくれるお手紙とか。あとね、幼稚園の幼稚園の時のね、大切にしてるの。大切にしてる。なるほど。それが使い終わったノートが入ってて、ここはお友達からのお手紙とかね。それは写さないようにしよう。で、これが、あ、これね、100均で買った、なんか可愛い小物入れみたいな袋。うん、で、これが、これが便箋か。そう、それが便箋。これが便箋入れ。こんな感じで一応ね、なんかすごいこれ壊れてるじゃん。壊れてないよ。あ、この辺、まあこんな感じで、ね、テスト入れたり、こういうファイルにね、入れて収納してんだよね。うん。まあこの辺にプリちゃんの本があって、ミッキーのこの前ディズニー行った時に買ったやつね、うん、1年前のやつなんだよ。あ、1年前のやつもここに入ってるんだね。で、あ、こんな感じ。あ、これさゆちゃんと作ったやつだ。そうそうそう、ね、さゆちゃんと、うん、キティランドでね、おそろい。こういうのも入ってるね。あとね、けん玉とか入ってる。けん玉ね、しおけん玉好きなんだよね。ほら、けん玉ね。でもうまくこれジーズにもらったやつ。そうね。じゃあこれは、これは中何入ってるのか、ちょっとさっと見ようか。これはですね、じゃじゃん。これあのセリアのね、チェキを入れる写真立て。ちょっと今チェキの調子が悪くてね。あとこれ、これね、シホって書いて。シホって、これお友達のものがね、作ってくれたんだよね。そうなんです。スーちゃんがね、コマさん大好きでね、あとね、これはね、これ買ったよね、フリーマーケットの、だからフリーマーケットとかなんかで買ったんだけど、ちょっとここが折れちゃったりしてる。まあね、しょうがないね。これはなんかどっかで買ったね。これね、見本買ってもらったんだよ。そうだね。あ、でね、あとこれとこれが入ってます。うん、それね、みかんちゃんとスーパーパパ。はーい、次。駄菓子屋さんで買ったスーパーパパ。うん、高かったね、結構。600円とか。よいしょ。で、まあこの辺は下入ってないのか。何も入ってないの。まだこれからね。これから物が増えた時で、ここが、ウェットティッシュと、スクイーズ、はい。このウェットティッシュはダイソーで買いました。あ、髪の毛がついてる。ゴミ箱。はい。オッケー。オッケー。で、下は、一番下だけなんかこう、ダンベルみたいなのが入ってる、サケとかね。これが入ってる。はい。ここが、じゃじゃん。これはね、ウームさんからもらった、誕生日にもらったね、スクイーズと、まあトランプとか、あと何これ、これはクリスマスカード、サンタさん、あと計算カードだ。そう、ほらこれね、クリスマスにね、サンタさんがね、くれたの。あ、そっか、取っとってあるのね。チホちゃん、ひめじいクリスマス。これリミ持ってんだよ。そうだね。
あとはね、あとは小学校のみんなの写真、小学校の写真とかがね入っているので、そこはこんな感じっていうことで、もういいかな、こんな感じかな、うん、下の方はまだね入ってないけど、一応収納の箱だけ、あ、まだこれして、あ、蓋してない、こんな感じでーす、はい、いいかね。で今椅子の下にちょっと習字道具とか、プールバッグ、リミちゃんの足があるけど、プールバッグとか習字とか、あとゴミ箱とかをさっと置いてます。まあ習字入れとかはね奥に入れるとかあるんだけど、最近ちょっと使うのでちょっとそこに置いちゃってるってことね。うん、そうそうそう、ね、そういう感じ。じゃあ簡単にこの辺だけもうちょっとだけ紹介する。あと壁がここに運動会の2等とか、1等がないのがちょっと悲しいですね。2年生と3年生。そうだね。で、ここ欲しかったんだよね。わかったよ。そうだね。で、これが1日店長さんで1日店長をやらせていただいた時の名札。はい。で、この辺がちょっとマニキュアとか、で、このね、ディオールの口紅はママがね、昔買って、なんかで、あの、片付けしてたら出てきたので、ここにちょっと、入れました。まあ、しほこちゃんにあげようかなっていう。まあ別にね、嫌だったらね取ってもいいんだけどね。でこれがマニキュア落とす時の除光液とか綿とかで、奥にね引き出しとかもあるけど、ちょっと一応開けてみる。汚いじゃん。ああ、でもなんか女の子らしいじゃん。そう、でここはおーイヤリングとか、ああ開けてない、イヤリングまで入ってる。あのだってそれは、あの春し、あの春イヤリング、あ、そうなんだ。使わないと開けない。ブレスレットとかも入ってる。あ、これ懐かしい、視聴者さんにもらったやつ。かわいいよね。あとこれもだよ。うん、これも。あ、そっかそっかそっか。これも、うん、もうこういうのが入ってるのね。うん、こんな感じです。これはダイソーのね引き出し。あ、これもついでにダイソーの引き出しだ。そうです、大好きなね、ニベアとか。大好きなニベア、大好きなニベアとか。まだ冬のが入ってんだよ。リップとか。もう6月なのに。こんな感じです。で、下はね、電動の鉛筆削り、なんか汚れないように一応ここにケースに入ってるんだけど、なんか超汚れちゃうんだよね。汚れちゃう。で、これがまあ飾りとかで、飾りで、まあ奥にもね、なんか棚みたいなのがあるけど、で、奥にあのカチューシャと、カチューシャとかが入ってる。うん、ゆみちゃんが取ろうとしてる。で、ここがちょっといいかな、後ろ、うん、危ないよ、そっち。で、ここがランドセル置き場で、で、一番下が、はい、本だね。あ、ここにあれかな、ボンボン TV さんの本とか入ってるんですか。漫画、漫画とか、普通の絵本とかね。あ、ごめん。大丈夫？謎の本。案外謎の本楽しい。で、ここがノートとか、ね。塗り絵とか。塗り絵とかノートとか。プリパラの塗り絵。プリパラの塗り絵。2つある。全然やってないけど。あとこういうなんか、フライングタイガーで買ったノートとか。あと、あ、これあれだね。クレアーズで買ったやつ。こんな感じ。このね、ケースはニトリです。こんな感じですかね。なんかリミちゃんが一人でお絵かきしてます。うん、あ、リミしーちゃん。リミしーちゃん大好きそうです。なんでしほのじゆちゃんに書いてるの？はい、じゃあ今日はしほの机紹介をしました。まあ、綺麗とは言えないんですが、そうだね、一応片付けました。まあでもこんなもんですかね、もう3年生なので、はい、お人形いっぱいだね。また綺麗にね、うん、なんかこう変えたら、変えたらね、紹介しましょう。はい、はい、バイバイ、また見てね、バイ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 。全部も結局映って。皆さん、こんにちは、しほりみちゃんのおしほです。はい、というわけで今回はですね、なんで今日は私の机に来てるかというと、今回はですね、私の机をリメイクしていきたいと思います。リメイクというか、ただね、このね、
ここがね、なんかちょっともったいないので、ここにね、棚をつける。そう、動画です。ね、私ですね、最近、机の中にスクイーズを入れててね、なんかね、スクイーズをみんなに触ってほしくて、あの出したいなと思ってたんですけど、机に出すとごちゃごちゃの、あ、ごめんなさい、宿題とかできないスペースにごちゃごちゃになってできなくなるので、このこちらのね、こちらの網を使ってね、今回は棚を作っていきたいと思います。イエーイとってもね、早く作りたいので早速作っていきたいと思います。はい、ね、まあ100均のダイソーで買った200円から150円ぐらいの、これちょっと家にあったねやつ。そう、あの新しく買ったわけじゃなくて、家にあるやつ、ね、あのよくねスクイーズとか棚に作ってた余りというか、そういうのをね使ってやっていきたいと思います。まずね、こちらの用意と、あとね100均で買ったこちらのね、そうね、剥がせる、あの壁きれいに剥がせる、そう、それでちょっとね1キロです。これを4つ買ってきます、で、あと棚ということで、こういうここに引っ掛けられるやつも、こういうやつ、ね、これももうずっと前に買ったやつだから買ったやつよね、今あんのか分かんないけどとりあえずこういうやつとかね、そう、こういうやつとか、まだね、いっぱいあるんだけど、まだ余りがあるから、もし足りなかったら、もう少しつけたいと思います、で、あとなんかこういう飾り系、飾り系もいっぱいね、余ってるというか、あと今こちらのフックね、フックです、ボールチェーンとかフックもまだあるからね、そう、まだめっちゃいっぱい、ので、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあまずそのね、とりあえずこのでっかい網をどうするか、つけなければ、つけると、つけちゃえばもうあとは、あとこちらのね、これを開けて、つけてこう、これ、私取るの苦手なやつだ。この高さで平気？もっと低い方がいいんじゃない？あー、そっか、私もこんなもんかな、こんなもんだね、こんなもん、場所を決めたら、こちらこのね、フックをつけていきましょう。はい、という気でかけましたね、かけたということで、次はね、ここにね、棚を作るためのここの位置を決めていきたいと思います。まあね、こうやって、え、ここかなって言ってかければいいので、あとはしほちゃんのセンスだね。はい、足りるに、それだけで棚足りなかったの、あ、でもフックだけのやつでも別にね、いいんだけどね、はい、というわけでね、場所決まりましたね、あのね、何置くかにもなんか限られるんですけどね、なんかこれ置いてこれ変えようかなってなった時、少しねまた違う、あの、そうだね、組み合わせるのまだいっぱいある、変えられるから、まあ、とりあえずこれでいきますね。これね、懐かしい、あのスクイーズ収納した時のこれね、マカロンね、これかけるやつは三日月桃子で買ったやつ、しほちゃんこのままここにこれを使いたいっていうのでね、しほちゃんのところに持ってきました。はい、かわいい。はい、じゃああとはしほちゃんが、ね、見栄えが良くするにこれさ、つけたいんだけどさ、どうやってつけるの？これね、マグネットなんだ、実は。そうなの？そう、だからこれね、マグネットだから一応くっつくんだよね。ほんとだ、ね、あ、すごい、うん、くっつくんだ。そうって感じ、今、じゃあ飾り付けしていこう。え、これはもうこの緑の、それはね、かけるやつかな、針金っていうか、あ、そうそう、かけるやつをフックを置いて、あ、そうそう、その辺にかけてもいいかな、紐がついてるから、あ、そうそんな感じ、端っこの方にちょっと緑がねあった方が可愛いかなっていう、でも棚の中に花飾っちゃったら棚に物置けないからね、しほちゃん。そっか、え、でもこれ飾れない、だからこのさ、端っこにやるのが基本いいかなっていう感じだけどね、こんな感じ、まあそうだね、これはこれも取った方がいい、それちょっとそこに飾っちゃったら何置けなそうじゃない、そっ
か、うん、そう端っこに置いた方がいいかな。あんまりつくんだ。そうちょっとマグネットがね弱いかもしれないんだけど。上を向くんだ。いいやこれ。正面から見るとこんな感じかな。ね、あいいんじゃない？とりあえず。うん。可愛くなったね。可愛くなりました、うん。でもピンクにするんでしょ？照らしてるのがバレちゃう。しーちゃんの顔が暗い。ピンクにするんでしょ？そう。ピンク。え？ピンクピンクにするんじゃないの？何？棚。ピンクみたいな感じにするんじゃないの？白。白でいいんだ。うん。白、白。ピンクにするのかと思った。白です。シンプルイズベストですから。じゃあこの棚になんか飾るんでしょ？そう。飾っていきましょう。やばいな。じゃあちょっと飾る終わったら今見て、うわすごい。じゃあ飾っていきましょう。はいはい、っていうわけでできましたね。少し変えちゃったところがあるんですけどできました。まあね、とりあえず今回はこんな感じで、ここはね、まあ、あの飾りたいものは随時変わっていくだろうし、うん、ね、そしたらまた変えればいいし、とりあえずね、スクイーズが多めなのかな、やっぱり、うん、触れるっていうのがいいね。そう、お友達が来た時にこうやって触ってほしいの、うんうん、なるほどね。はい、まあこんな感じでね、ちょっとお家にあるもので、はい、やってみました。作ってみました。りみ、ね、ちゃんも作りたいっていうので、今度りみちゃんもね、金具とかこれ買って作ろうね。うん、それでは、バイバイ。入ってないの？みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのしほです。はい、というわけで今回はですね、以前私の机紹介をしたと思うんですけど、今回ね、少し変わったところがあるので、今回は紹介していきたいと思います。でね、私、さっきまで少し汚かったんですよ、机。で、リフォームして机の中とか少しは綺麗にしたんじゃないかなって思うので、うん、紹介していきたいと思います。はい、ね、リミさんが片付けてるからね、シオフラムさんと片付けました。あと、はい、シオフラムさんなんかギョロ目が増えてるかな。増えてます。なので皆さんと楽しみにしてください。今からギョロ目が出てくるかもしれないんで、はい、あと机の中にシールのギョロ目がたくさん出てくると思うんですが、それでいいじゃない。はい、じゃあ早速行きましょう。はい、行きましょう。でもね、あんまり大きくは変わってないと思うので、さっくり行きましょう。はい、私あんま変わってない。はい、じゃあまず右から行きましょうか。あ、でも時計が増えたね、マーベルの時計が。本当はね、うん、マーベルじゃなくて、あの、普通のシンプルな時計のはずだったんだけど。ギョロ目がついてるから。あ、本当だ、ギョロ目がついてる。この時計がね、うまくちょっと動かなくなっちゃって、うん、ね、7時で止まっちゃってる、ね、そう、なのでこっちのね、ゲーセンで撮ったマーベルがあったので、ここにつけ、でもマーベルさ、うん、ギョロ目がつけられないんだよね。そうね、別にマーベルはギョロ目つけなくてもいい。だからマーベルのここにつけちゃうと、マーベルが見えなくなっちゃうの、うん、そうね、そう、これはこれでいいでしょ。これはこれでいいよね、うん、かわいいでしょ。それでも動かないから、それはそれでしょうがないね。動け、うん、はい、じゃあ次、あ、この猫のねやつ前にあったね。お、早速ギョロ目が出てきたよ。ボックスに目がついてる。ん？あ、本当だ。ここもついてる。それはさっき、あと。あ、すごい、瓶もついてました。すごいでしょ。すごい。さっきつけたの。あ、そうなんだ。で、ここはまあ教科書とか辞書とかで、で、ここも前と変わらずね、スイカのスクイーズと、あと、フライングタイガーで買ったなんか。買ったなんか。それね。これ。これね、物入ってんだよ。入ってんだ。何が入ってると思う？わかんない。じゃじゃん。まず、これ海苔。うん。海苔ね。これ飾っちゃうとさ、うん、場所取っちゃう。なんか場所取っちゃうから入れてて、うん、あとね、うん、これ。あー、それもね。これね、もうね、なくなっちゃったんだけど、可愛いから取ってあるの。そうね。で、あとこれ。カービィの可愛いやつ、リミからもらったの。で、あとは匂い玉。うん、ほんとだ、4つ匂い玉が入ってます。ほんとピンク尽くしです、ね、まあ、この辺は変わってないですね。
ペンケースがあって、なんかこれがあってね。この顔ってこれ。あ、これ。あ、これどうしたんだっけ。百均でね。あ、百均で買ったんだっけ。大きいダイソーでさ。あ、はい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 。ハロウィンの時期にさ、大きいダイソーでさ、何分かチャレンジやった、あの時に買った。電気にも毛穴がついてる。うん、この辺汚い。あ、その辺ちょっとゴミが落ちてる、すいません。あとで。電気で、こっちの大きい電気もあるんだけど、こっちはギョロもついてない。ついてます。ついてる。じゃあ見えるかな、みんな。ちょっと電気がなくて暗いかもしれないけど、お、ギョロ目です。あ、見える見える。すごい、こんなとこについてると思わなかった。ちょっとびっくりです。で、こんな感じで、ここにホワイトボード、あ、ギョホワイトボード今ギョロ目がついてる。すごいね、なんでもギョロ目付き。うん、そうだよ。で、これがピカチュウがお台場でガチャガチャでやったやつだね。そう。で、この辺がアサイちゃんとかいて、これね、ちょっと今ね、プライベートな写真はね、置いてないです。今ね、写っちゃうから。で、こっち側はもうこの前ね、紹介した棚なので、ここを省きます。ここの棚に私、ギョロ目をつけたいなって思ったんですけど、うん、この細いところにどこにつけようかなって考えてる。うん、あそこにつけられるじゃん。どこ？え、あのマカロンの上のそこ。ああ、そうね、マカロンの上のこれでしょ、この枠、うん、そう、だから今度あそこにつけようかなって思ってます。うん、これ何？あ、お土産がね、お友達に渡すお土産がちょっとここにかかってるのね。そう、お土産渡さなきゃね。渡すから。うん、はい、じゃあ次行きましょう。はい、次は棚の中。そうだ、こっち側の棚にしましょうか。はい、こっち側もちょっと変わってる。はいはい、こんな感じで、ここが100均の棚。じゃあちょっとさっと見る。2段になっててね、うん、上が一番上がこちら、うん、一番上はね、全然使ってない。うん、あ、これもね、1回しか使ってない。ママがあげた口紅とかが入ってるとかでしょ。そう、うん、ママがおしゃれだけど入れときなさい。ママが使わなくて捨てるのもったいないから。で、これがブレスレット。ブレスレット、これがわかります。チョーカーとか髪型、シュッシュシュッシュ。これがよく使うイヤリング。あ、この前ね、でもこれ磁石でめちゃくちゃはちゃめちゃになっちゃって、これは使いませんから。はい、あんまり使わないものたち。ものたち、うん、大ぶりだね。で、こっちが、ここが何？あ、マニキュアとかをここに入れたのか。マニキュアと、うん、下はあの去年のね、あー、ポーチ袋入ってるね。クレアーズで買った福袋に入ったやつね。オッケー。あと、ここに挟まってて。あ、しほちゃん絶対なきゃダメな、読んでね。予備では、はい、いいか。はい、じゃあ次行きましょう。ここはもうね、あ、鉛筆削りにもやっぱギョロ目つけたんだね。少し汚いね。うん、もうね、だいぶ使ってるからね。うん、だってもう3年以上使ってる。3年ぐらいか。もうちょっとで3年か。1年生の時から使ってるよね。使ってないよ。3年生の時に買ったんだよ。あ、そうだっけ、うん、そっか。じゃあまだ。買ってって言ったら買ってくんなかったんだよ。あ、そっか。手動でやってたんだ、今まで。そっか。はい、じゃあここは、奥は何になっちゃったの？奥？トレーナー入れ。なんかすごい汚いけど、奥。気のせい？なんか。奥が物入れです。あ、そうなんだ。学校で着るなんかパーカーみたいなのが置いてあるのね。自由の物入れで。で、ここはもうね、教科書とランドセルと上着と、この辺はちょっと。ポケット。うん。これ明日つけて。学校用品があって、一番下も変わってないですね。ノートがね。ノートとか塗り絵とか、なんかあとこっちは何、右側、右側何、ぬいぐるみ、パスケース。あ、パスケースなんだけどね、これね、なんかすぐ取れちゃってね、うん、使えないから飾ってんの。そうか、そうか、かわいい。これあれだよね、ハウステンボスいった時に買ったんだよね。ハウステンボスいただきたいね。かわいい。はい、じゃあ次は引き出し行ってみましょうか。はい、どうかな。あ、そこでまたギョロ目になってます。引き出しが全部、はい、すごいね、かわいい。じゃあ一番下が一番でっかい目になってる。そうだよ。面白い。はい、じゃあ行きましょう。いやこの辺はでもあんまし変わってないかな、前と。あ、こっち、これかな、ここかなね。うん、変わってないね、変わってないよね、まあ、ただね、でしょ、
鉛筆がこの辺にあって少し位置は変えたけど、位置が変わっただけで特にね、そんなに大きな変化はないですね。あれ全部ヒロメ。あ、そうなんだ。本当だ。ヒロメのストックがすごい。あともう少しある。うん。もっともっともっと。うん。もっと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 。あのさ、フレームも、星のフレームもヒロメになりすぎたな。でも星がついてて試したんだけどね。あんまりいないヒロメなの。寄り目になってね、怖くなってきた。あ、そっか、一応やったんだ。って寄り目になってね。怖かったのね。はい、じゃあ2段目。2段目。2段目ここもこんな感じであんま変わってないね、ここもね。まあちょっと汚いけどまあこんなもんだね、うん、はいはい、OK でーす。汚いです。最後、はい、ここもね変わってないで。痛い。大丈夫？リミ気をつけて。今ちょっとリミさんにぶつかりました。ここはね一緒です。テストがちょっとテストの満帆になっちゃったね。ファイル変わらないかも。テストね、もう閉まんないの。そうだね、取っちゃった。うん。で、ここにけん玉とか。そうね、けん玉ね。けん玉大好き。うん。で、あとお小遣い。うん。お小遣いが入って、まあ、今使ってない筆箱ですね。はい。こんな感じです。はい。はーい。OK ですかね。はい、OK でしょう。OK だね。もっとここを重点的に紹介したいところある？ギョロメつけたい。ギョロメつけたい？つけるところを取る。ギョロメつけるの、うん、どこに？あー、ここにね、じゃあギョロメをつけてみようか。どうやってつけようかな。こんな感じ？うん。こんな感じでギョロメになりました。もっと大きくても可愛かったかもね。ギョロメね。大きいのじゃあ少し見てみるね。大きいの？大きいと超特大になっちゃうのかな？大きい方がいいと思ったけどね。気のせい。気のせい。あ、気のせいですか。わかりました。しょうちゃんがいいのにそれだけです。もうないよ、うん、これしかないの、うん、もう使っちゃったんだよ、いっぱい。セリアで買ってるのかな、いつも。そうだよね。そうですね。ダイソーはないんですよ。そっか、じゃあまたセリアに行った時に買いましょう。はい、はい、ということで私の机紹介でした。はい、開けて。じゃあしほちゃんもね、綺麗なまま維持できるようにしましょう。大丈夫。あ、しおちゃんはね、比較的ね、こまめに片付ける子なので大丈夫だと思いますけど、うん、ね。大丈夫。リミに比べては綺麗な。そうだね。大丈夫です。はい、ほーい。それでは、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。コメントも待ってるよ。バイバイ。ね、ちょっといつもね夜撮影してるのでちょっと暗かったりしたらね、すみません。すみません。はい、もう夜の もうすぐ6時になるね。6時はもう真っ暗。はい、もう5時も冬真っ暗。そうだね。バイバーイ。バイバーイ。みなさんこんにちは、ソリーチャンネルしほです。はい、というわけで今回はですね、見ての通り私の机めちゃくちゃ綺麗にしたので、今回はねもう新しくなった私の机を紹介していきたいと思います。机自体は変わっておりません。はい、物が変わりました。ざっと写すと、まあ、でもこの辺はねそんな変わってない気がする。で、こんな感じで、こっち側が結構変わったかな。うん、すっきりしたかもね。そうでしょ。こんな感じでね。で、まあここにギョロメつきて、で、ちょっとこのシートね、またね、新しく変えないとね、汚い。ちょっと薄く、だいぶ汚れたのでね。もう4月か。変えましょう。うん。今日4月のいくつ？まだ3月の31？うん。もう4月だ。明日から4月だからね。はい。はい。じゃあどうしますか。端っこから順番に見ていきましょう。はい、簡単でお願いします。はい、まず時計でございます。うん、これ前もね、ギョロメ付きのやつ紹介したよね。はい、うん。
で、一日店長の時に、うんうん、貼ってたというかもらった志保っていう名前と、お友達がくれたね、志保っていう名前のね、コマさんなんですよ、これ、うんうん、私が好きなコマさん、うん、で、下行きます。下はね、これタオルとね、グリーン面セットです。はい、これね、ダンスとかの時に出るので、今ここに置いてます、うん、次にこちら、こちら、こっちはね、本当に学校で使うものです、うん、通知表と、うん、あ、1、2年生のね、うんうん、図工の教科書と社会の教科書、4年生で使うんだね。4年生、そう、うん、で、まだあります、こちら、あ、ね、加湿器ね。で、チポです。チポ、これなんだっけ、ちっちゃい頃パパがね、うん、しーちゃんに似てるって言って買ったんだけどね、しーちゃんの中大事にしてくれて、今は似てないよ、うん、赤ちゃんの頃ね。うん、はい、じゃあ次飾ってます。うん、ライト2つに時計です。うん、あ、ウィゴで買った時計、かわいいね、それね、これ目覚まし時計だね。そう、目覚ましにある時計だよ、うん、で、相変わらずライトが2つあります。うん、でね、これもうずっと前からつけてるね、これかわいいじゃんね。かわいいよね。次いきますで、真ん中には何もなくて、今度こっちのゾーンだね。はい、あ、これ置きましたね。置きました。あのプラザで買ったハートちゃんの、はい、これ何が入ってんのかな、それいいんですか、見てみる。いいよ。まず時計です。はい、ね、こちらね、時計なんですけど、うん、2つとも電池がなくて動いてないんですよ。あらららら、ね、飾る用で、うん、入れて、うん、今度使います。うん、次にね、ちっちゃなけん玉です。あ、ごめんなさいね、けん玉。あ、かわいい。これなんかガチャガチャだよね。さゆちゃんだっけ。あ、そうだね、さゆちゃんと一緒に、ね、一緒にガチャガチャでやって、すごい前だね、でもね、だいぶ前だね。だいぶ前。かわいい、けん玉好きだからね。うん、ちょっといけるんですよ。はい、次にね、もうこうでざっといっちゃおうかな。うん、はい、ケーブルです。すごい、これは携帯だね。携帯のケーブルに、うん、これね、させるやつと、あとイヤホンをね、2人で聞くやつ。うん、あ、そうね、そうね。そう、で、またこれ iPhone の。あ、これ充電器で、これもうね、4つぐらいあるんですよ、これ、うんうんうん、Android とかさ、うん、あのライトとかさ、うん、あとあれ、うんうんうん、自撮り棒の、ね、充電とか合わせたらすごいことになっちゃって、うん、でも充電器はまとめとかないとね、どこ行ったか分かんなくなっちゃうから。そうなんです。で、しょうちゃんのね、このね、大きなライトの脇かな、刺せるんだよね。そう、実はここが刺せるので、ここで刺して携帯充電、うん、してたりできるのでね。はい、ここに入れてるかな。そうなんです。なんか一つポツンと残されてる、この箱ちゃんは待って、うん、その箱はね、なんか一つポツンと、テピカジェルです。テピカジェル、うん、あー、これウームから送ってもらったやつだね。これね、掃除してた時にね、うん、本当にホコリとか触ってたから、うんうん、ここにさ、水ないじゃん、手洗い場ないじゃん、うんうん、だからこれで除菌してた、うん、でもそれはいいかも、便利だよね。便利、ちっちゃくて便利だから、お出かけとかにもさ、いざとなったら使える。これプッチだからさ、うん、こうやってさ、こうやって使えるよね。うん、いいんですよ、これ、うん、なんで今使ったの今使ってくれたんですね。そうです。はい、ちょっとじゃあさっと片して、はい、ショートめっちゃねじれてるけど後ろ一人じゃだってねじれてるの分かんない。でもリミナー直してあげてよ、ねじれ。買ってよかった、このハート。買ってよかった。いいね、細かいものとか整理できてね。そう、これちまんないんだけど。ん、ちまんないんだけど。嘘、入れ方ギュッとするやつだ。あ、入った。待った、次いきます。で、上になんかでっかいもの乗ってますね。あ、これピクニャンの、ね、ピクニャンのスクイーズだね。ハッピーです。ハッピーちゃんね、かわいい。かわいいでしょ。お気に入りなんでしょ。そうリミはちなみにアクアが好きです。うん、水色だからね。はい、でこの辺はもうこれ、このスクイーズちゃんたちは変わってないよね。変わってない、ギョロメがついてくる。あ、そうそう、ここにギョロメついて、
で、ここにね、ちょっとカーブの缶バッチとこれ視聴者さんにいただいたやつ、こっちになんかずっともっていうキーホルダーとかで、あとはもう変わってないよね。あとはもうただちょっとここをシンプルに変えた感じかな。うんね、S、シホの S にこれお気に入りなんでしょ。そう並べて可愛いね。で、あとお人形さんとか、あと写真、写真はねちょっと後で変えようかなってね、もうこれ前のだから、うん、新しい七五三のねやつもあるので、ちょっとじゃあ名刺が一枚、こんな感じですね。そうですね。うん、はいはい。じゃあ次引き出しもいいんでしょうか、見ていいですか。いいです。じゃあ引き出しも行きましょう。1番目、おおって言ってもこう名前があるのだけちょっと気をつけたい。大丈夫そうだね。大丈夫そう。オッケー。こんな感じ。まあざっと見、なんか出てきたらここにピカチュウとカービィが並んでます。あ、ここにカービィがいっぱいいる。これカービィ、カービィセットなのね、ここ。うん、じゃあこれこの前ウィゴーで買った携帯のペン。そう、この辺ね、蛍光ペンで、うん、で、ここ修正テープコーナーで、うん、その下がメモ帳。うんうんうん、これさっき言ったライト。ああ。ほんと、充電しなきゃいけない。ライトでしょ。うん。スマモリでしょ。うん。で、こっちがペンとかね。ペンです。ペン。蓋も。おー、消しゴム。とメモ帳。消しゴム、メモ帳、蛍光ペン。定規。定規と。クリップ。うん。ここにも修正テープがあります。うん、奥はボンドと。もう奥は出そうか、一回、うん、この奥がですね、うん、汚いんですけどいいですか。汚いんですあら、ほんとだ、ごちゃごちゃスペース、あー、ごちゃごちゃスペースなの、ごちゃごちゃスペースです。ごちゃごちゃスペースね、はい、ごちゃごちゃスペース、見といてください。まあ見えないところだよね。そう、ごちゃごちゃでいいんですよ。でもあるよね、なんかごちゃごちゃなものだけど捨てれないっていうかさ。そう、うん、いいんじゃないでも、ここにね、奥にホッチキスの芯とかさ、うんうん、目立たないから。そうだね、入れちゃってますね。で、この辺は、うん、うん、まだ何も入れてないんですけど、物入れなんだね。そう、使いたいと思いますね、うん、はい、はい、2段目いきましょう。ここ名前は大丈夫ですかね。大丈夫そうだね。大丈夫ですね。ただ S ぐらいしかないよ。ああ、 S、 四方は別にいいんだけど。はい、この辺はね、細長いスペース。うん。うん、だいぶすっきりしてるね。すっきりしてるでしょ。うん、で、またカービィに、うん、これね、お友達にあげるペン。ああ、これこの前紹介したよね。そう、うん。これね、お友達にあげるペンで、これ。夏になったらいいかなと思って、うん、電動の、そうで、こちらがペン、まだ使ってないんですか。そう、まだ使ってないの。で、これプリクラのね、特集です。写真特集。あ、写真がプリクラが入ってるのね。そう、見えるひまちゃんと私の。あ、そうそう、ひまちゃんとかね、で、モールと、うん、コンパスと、うん、あと自撮り棒です。これも充電式です。あ、これね、ひまちゃんとお揃い。お揃いです。色違いで、ライトが好きです、うん、いいでしょ。ひまちゃんにあげたんだね。そう、これミニソーですね。あ、そうそう、ミニソーで買いました。はい、で、で、奥が、奥が、あ、ここはもうお財布と、お財布と昔の携帯です。うん、こんな感じで、この辺がもう本当にざっと見でいろいろなものが入ってますね、うん、はい、はい。じゃあ一番下開けてみようか。はい、一番下。汚いよ、汚いよ、いいね。あ、でもそうでもないじゃん。汚い。しほちゃんの赤ちゃんの写真がある。そう。ね、その下がなんかあれだね。そう。1年生の時の。そう。先生いなくなっちゃったから、うん、そう。写真、裏が写真だよね。ちょっと今伏せてあるけどね。伏せてます。うん、で、この辺。筆箱で、この辺がね、あの旅行とかで使っていたやつに、プリパラです。まだ取っていけます。いいね。もうそれぐらいしか手元に置いてないね。置いてなませんね。うん、はい、それでもこの辺がね、ん、この辺が、なんだっけこれ。あ、写真です。ん、写真。あ、写真ね。で、下にね、バンダナがあります。なぜか。
なぜかパンダ。で、この辺がね、いろいろなものが入ってて、うん、で、貯金してるの私。ほら。入ってんのこれ。入ってんじゃん、ちゃんと。だから実はこっちにこっちとね、うん、イルカちゃんのね、うん、こっちにね貯金してて、うん、実は飾ってるあそこに何も入ってないの、うん、あこっちのねこれ貯金一応これ貯金箱なんだよね、こんな感じは入ってないのね、そうこっちとこっちに貯金してるからうん、うん、こっちに何も入ってないの、まあ、あれは飾りとしてでもね別にそうギャラメだからね、うん、はい、でこの辺もさゆちゃんとお揃いの筆箱に、うん、昔使ってたやつ、ダイソーで買ったやつ、そう一応ね、一応届いてです、はい、こんなもんかな、あとけん玉ぐらいですね、けん玉ぐらいしか、あーこれね、じいじからもらったやつ、そうですね、昔からある木のね、これ私好きなの、あとウームの、なんだっけ、あ、そう、ウームのセンス、センスもあるね、そうそうはい、こんなもんかな、あとはね、もう変わらないですね、変わらないね、もう、うん、前からもうさ、こういうのあったんだよ、うん、変わってないよね、もう、うん、全然相変わらず汚かったです以上、はい、あ、こっちの棚紹介してない、そうだね、あ、そのサングラス入ってない、あ、危な、適当で、後でまた片付けますので、うん、よし、はい、ガチャガチャって言った、次はですね、こちらでございますこれ気に入ってんの、気に入ってるの、深いやつ、これスクイーザーだよね、そう次にこちらでございます、ちょっと待ってください、照明の位置を変えましょう、次にこちらでございます、はい、こっちです。これは見せれるんですか？見せれますね。じゃあちょっとさ、カメラ入れないから下ろせる？ここに。いいよ。なんか、あ、そうそうそう。あー！怖い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 。ちょっとここで紹介してもらおう。はい。まず1段目、一番上だね。うん、こんな感じ、リップに、鏡に、うん、紙石鹸ですね。あー、そうね。2段目が、うん、ピンク尽くしですね。本当だ。これこの時計が一番気に入ってる、うん、これも気に入ってる、あ、ハンドクリーム、そう、ハンドクリーム、ハンドクリームで3段目がよく使うイヤリングです、うん、これよく使うの、この辺のイヤリングは、あ、このピンクの機能を使ってたの、そう、この辺よく使うので、うん、かわいい、分けてます、はい、次こちら、ここはマニキュアだ、マニキュアです、この辺もマニキュアに、うん、そのマニキュアに、うん、ピンとゴムが入ってる。あ、本当だ。この辺にも入りそうじゃね。今入ってます。でも入るじゃん。入る入る入る。入ったね。全部こっちに入りました。いいんじゃない？いいね、これで。うん、今汚いから後で直すね。うん、で、一番最後の段ですね。はい。大丈夫ですか？ニベア、大好きなニベアですね、とあとね、チョッカとかネックレスとか、うん、いろいろ入ってます、はい、OK です、 OK です、片付けてください、片付けてください、ね、順番決まってんの？決まってんの？一応決まってんの？これが一番上なの、うん、目立つように、かわいいね、で、このボックスは、ダイソーで買った、棚っていうか、引き出しが 2個、縦に。そう、連結されてるやつですね。これがね、連結してんの。うん、ウィーン、ガチャ、ガチャ。そう。とすぐにって、うん。こんな感じで。これ結構便利よね、この引き出し。便利、便利。じゃあ、棚は？あ、ここはもう、プーさんとか、あと。これもハンドクリームかな、なぜかこれ、あ、これ足の匂いのやつだ、これからの季節必需品なんじゃない、そう、夏だもん、ね、しほちゃん足臭くなるからね、そう、よく塗ってます、うん、で、奥が、あ、汚っ、見て、これどれ、これイヤリングです、あ、ちょっとあんまり使わないやつ出てくるからね、
超丸まってる。あとね、あとね、このピンクのね、実ハートね、実は使ってたんだけどね、片っぽ取れ、どっか行っちゃった。あー、そうなんだ。落としちゃって。落としちゃうんだよね。そう。しょうがない。でもね、可愛いから、実は1個取っといて。うん。で、これね、磁石、マグネットピアス。いや、マグネットピアスって案外さ、落っこっちゃうよね。そう。しかもこれ、取りづらず、なんか、一緒にしてるとこうなっちゃってさ、ネックレスとか絡まっちゃうんだよね。はい、OK でーす。はい、で、この辺が使ってません。なんだっけ、あー、前なんかどこで買ったんだっけ、サンキューマート、サンキューマートだっけ、サンキューマートかなんかでちょっと買ったやつだね。あとこれ100均かな。まあとりあえずなんか、これも使ってない、あんまり。あ、そうね。使ってない。うん、まあこれからだからね。これからだからね、メイクっていうのは。あとは何ですか？これがね、空っぽ。空っぽのポーチに、こっちのポーチにね、この2つが入ってる。ああ、うん。あ、この前旅行に持ってったね。そう。で、ほら。うんうん。これが入ってます。パッキングした時に全部出てきたね、それ。そう、全部。で、おしが、酔い止めの薬が出た。薬に。しほちゃんが必需品の酔い止めの薬。奥は何ですか？これもうね、あの、ここに入んなかった。あ、そっか。すんごい昔のやつだね、これね。そう、もうそろそろドロドロだから。もう2年前ぐらいに買ったやつかな。そう、もうだからもうドロドロで、もう使えなくなっちゃいそうで、あともう少しで使えなくなるやつです。マニキュアです。で、ここに、メガネに、下が、あ、メイク落としとか毎回買ったね。買ったんだけど、使ってないんだ。メイクまずやんないからさ。そうだね。まだメイクね、早いもんね。やったとしてもリップとかね。そうだね。うん。ほら、ほら、こんな感じで。まあ、ラメね。ラメです。で、ここに、あの、マニキュアを落とすね、パフが入ってます。うんうんうん。もうね、マニキュアはね、最近でもしてないね。でも、マニキュア最近これで落としちゃうんだよね。これで。ああ、これあるんだったら、絶対こっちの方が楽だよね。だって、手で回すだけ。スポンジとかこっち、こっち入れるだけでさ、取れちゃうんだよ。今ね、今はね、いいものが、ね。いいものが100均で売ってんだから。うん。いいものだね。じゃあ一回、ま、戻しましょうか、またせっかく綺麗にしたの来たの。戻すのが大変です。これを飾りたいんだけどさ、バランス感覚がなくて、これ。あ、それね。どっかこの辺に刺すとか？刺すの？うん。そしたらお人形さんが見えなくなっちゃう。あ、そういうこと？あ、これいいじゃん。あ、それいいじゃん。これいいじゃん、ほら。決定。いいんじゃない？ほら。飾りたい。あ、よいよい、よいよい、落ちる。いいじゃん、最後。終わり。はい、この下はもうあれだね、鉛筆削りと、で、奥がなんかあれだよね、片付け捨てられない、ちょっとなんかなんていうの、この辺にお前置いてあったもの。そう、それはいいね、いいか見せなくて。うん、こういうね、なんかこういうなんかよく使うものがいいと思います。あ、チリ取りとか前ね、ここに出してたんだけど、はい、それをちょっとしまったって感じかな。そう、そんな感じです。じゃあ次はもうね、ランドセルとか、ね、学校の手下げとか。はい、この中に実は上着が入ってます。はい、じゃあ次、最後が、ここが本か、本です。本だね。自由帳とか、あのね、見て、私ファイルめちゃくちゃ持ってんのよ。やばくない、このファイルの量。に本です。あ、アバンティーズ、これ前買ったね。そう、でも私ボンボン TV のね、日常、YouTuber の、これ、漫画だからめちゃくちゃ読みやすくて、めちゃくちゃ好きなんですよ、こっち、実は。で、あと、チアダンの小説が入りますね。こっち自由帳とか、あ、ごめんね、使ってないノートとか、あと見て、コマさんのノート。かわいい。かわいいよね、これね。コマさん大好き。使ってない、使えなくてまだ。使ってないんですよ。で、このボックスは、ニトリだね。ニトリ買いました。はい。はい、こんな感じ。この机自体は、なんだっけ、こんな感じでーす。おまけで、こっち暗いよ。暗いから電気で、どれくらい明るくなるか。あ、明るくなった、明るくなった。いけそう？
ちょっと狭いんですけど。おまけです。おまけで、こんな感じで、カバンちゃん取れる？うん。しほちゃんにお願いします。暗いね。ちょっとじゃあ、照明を上に。どう？ママが今照明係になってます。いい？いい？うん、大丈夫。はい、ということでね、このね、机の裏にですね、カバンを収納してあります。で、こっちの奥にも？奥にもカバンで、うん、下がね、学校のものです。全然暗くて映んない。あー、ボックスね。ボックスの中にね、学校のね。学校のもので、この辺もね、実はあるんだよね。ピアニカとか絵の具とか。そうです。習字とか。そうです、習字とか。そういう学校で使うけど、まだ家に置いとくものはそこなのね。そうなんですよね。うん、でもちゃんと収納できてこの辺でカバンです。うん。リミのものもちゃんとあります。あ、リミのカバンもね。そう。以上！終わり？終わりです。なんで最後にハートを映すの？ありがとうございました。字を取って。3つカバンがあって、この中のカバンだね。そう。あまり使わないカバン。そうで、一番奥には、水着のね。うん。ああ、プールバッグとか。そうだ、まだ使うもんね。で、こういうとこには、なんか、ちょっとチラッと見せると、こんな感じで、名前書いてある。名前書いてある。こんな感じで、まあ、いいか。絵の具とか、習字とかのバッグが入ってます。はい。名前書いてあるから、ちょっとモザイク。こっちは？こっちもだよ。こっちは何が入ってますか？あ、こっちも、学校の、書き初めとかの半紙とか新聞紙とかで、ここに、あ、お道具箱と、あと、ピアニカ。お、いいですね。うまく収納されてますね。はい。で、ここにバッグ、リミちゃんのカバンが入ってます。こんな感じだね。はい。はい。あ、ピクニャーン。かわいいでしょ。新入りですね。新入りのピクニャン。最近入ったばっかり。あ、落ちてる！ん？あ、落ちてる！これどこにあった？ここ。あ、これ、あれだ、徐行駅だね。徐行駅、ここにある。結構使ってるね。もうあとちょっとしかないね。補充しないとね。ね。はい、こんな感じでーす。さっと。もうほんとさっとですみません。だいたいね。あ、ちょっと取りづらくて、ここ狭くて。取りづらいね。はい、OK でーす。はい、照明動かして。照明がね、動かしてるので。よし。はい、ということで今回はですね、新しくなった私の机紹介をしてみました。はい、じゃあね、新たな気持ちでね、はい、あの新学期4月をね迎えられそうですね、しょうちゃんは。そうですね。はい、それではバイバーイ。何見てるんですか？はい、今日好きです。今日好き。今日好き見てるんですか？今日好きですよ。なんだっけ今。何編だっけ？なんだっけ？忘れちゃったけど。最新？最新。おお。韓国ソウル編？韓国ソウル編。なるほど。で、今、ノアノアノアの初デートのやつ。あ、初デートのやつ見てたのね。そう、3話の。じゃあもう終わったの？今日好きの本編は見たの？どういうこと？その第3話だけ今。うん。見た？見た。誰が今推しなんですか、翔ちゃんは。キララちゃんです。あ、やっぱキララちゃん好きだよね。好きなんです。はい、わかりました。はい。しほ、本当にさ、うん、夏休みから、キララちゃんが一番好きで。そっか。来てほしいと思いました。よかった、よかった。はい、じゃあね。はい。ちょっとしほちゃん、前さ、りみちゃんがさ、机すごい汚くて、片してる動画を撮ったんだけども、その時にしほちゃんも一緒に片してて、ちょっとなんか模様替えしたって聞いたので。模様替えしてたんです、片付けたではなくて。そっか、だそのじゃあ今回は机のこう上、うん、模様替えしたところをちょっと紹介してもらいたいと思います。はい、じゃあ今日は引き出しはしないということね。はい、はい、でこちらがまず全体図になります。全体図ちょっと取りづらいですけど、こんな感じですね。かわいいでしょ。
はい、まずこっちから紹介します。はい、じゃあまずこっちです。こっちはまずあの学校のものですね。持ち寄るとか足をすぐ忘れる癖があって、あ、これがこのボードがついたんですね。そうなんです。もうなんか書いてあるけど、持ち物と日課と、これは金曜日の日課、火曜日の日課、ああもう火曜日の日課がちゃんと書いてあるのね。だからで学校ニュース放送頑張る、あ、これはリミちゃんにはちょっと内緒とか言うわけですね。あのリミ2回で宿題しないんですよ、ぶっちゃけ、うんうんうん、それで物がどんどん溜まっていくタイプなので、うん、ここに書いとけば別にリミ見られない的な、5、6年生が早退でいないんだっけ、その時に4年生で私が選ばれて放送するんだね。そう、初めての一人の、一人じゃないわ。でね、あのね、うん、放送のね、私1組なんだけど、2組と3組のペアがね、うん、本当に仲良しの子で、あ、そうなんだ、やっぱみんな女子なの。そうなので、次こっちは、はい、次ちょっと中断しました。ここがね、変わったの。この棚自体は前からあるよね。うん。ここのね、棚前なんかマカロンとかついて、スクイーズがついてたのが、このサングラスになったのね。そう、今度100均でもしかしてピンクのサングラス買ってこようと思って。ここはピンクのサングラスに、2個ぐらい。あ、またピンク置くんですか？あれ、もう一個なんかピンクあったよね。あ、ちょっと、まずまあいいか。ピンクあったよね。なかった。なかった？あのさ、あそこで買ったやつ。あの原宿のさ、あるけどさ、ちょっとあれはサイズがちょっとダメなの。サイズも関係あるのね。関係あるの。はい、じゃあここがサングラス3つで、下が、うん、マカロンちゃん、あ、マカロンもちゃんとここに入ってるのね。そう、かわいい。で、S のやつね、S、シフォの S。そう、シフォのなんか机のやつ。ここに花があって、この棚はグリーンメンちゃんね。そう、もっといっぱいあるけあるんだけどさ、一部ね、一部で、ここまずここか、ここは緑です。あ、緑と緑、植物ね。で、次が、あ、これね、あのどこだっけ、あそこフライングタイガー、フライングタイガーで買ったこう ミニサイズのやつね。はい、で、下が貯金箱とこの大好きなスクリーズですね。はい、はい、で、あとここだね、次、うんちくん、ゲーセンで撮ったうんちくんたち。あとこれひまちゃんからもらった。あ、そう、ひまちゃんからね、もらったやつ。富士急行った時だね。もらいました。で、ここさ、ピクニャンがなんかこの格好してんのは意味があるんでしょ？うん、そう。トイレでうんちしてる。あ、トイレでうんちしてるイメージで、お尻からうんちが、この巨大なうんちが出てる感じらしいでーす。これでも言われなきゃわかんないよね。ピクナなんでそっぽ向いてんのって思っちゃうの。嘘、本当？わかんないけど。そんなことない？本当？ないや。それで、こんな感じ。じゃあ次ここね。ここは、これはもう前から、あの、一つなくしたので、なんか、そうね、一つね、持ち出しちゃって、ね。あと、カムブレスケア。あ、はい。こんな感じですね。ただ時計と、まあ、ここは小物入れだね。小物入れですね。全然入ってない、これ。もうこれ入れなきゃな。で、ピカジェル。ピカジェルもう 2個しか入ってない。使ってるもん、使ってる。下にあるよ。使ってないやつ。変えなきゃ、うんうん。次にここです。で、ここも変わってないかな。ここはこれ、友達に、あ、これも友達にあげるんですけど。まだあげてないというね。これを友達にあげて。学校の友達にあげるためにお土産ね、買ったんだけど、まだあげる機会がない。あったか、いっぱいあった。遊んでるじゃん、いつも。この一週間前もプール行ったよね、3人で。その2人にあげるんでしょ？ただ持っていくのを忘れてるだけじゃん。合ってるよね、学校も一緒に帰ってきてるし。一緒に帰ってきてる。仲良しの渡せる機会いっぱいあるでしょ。ね、もうさ、まあいいや、まあいいや、まあそういうのわかるけどさ、お財布とかすぐ忘れる。じゃあ今度カバンに入れとけばいいじゃん、忘れないように遊ぶとき、はい、それでこれがあのピンクボールペンセット、そうね、これ友達ん家に行ったときね、うん、持ってったのよ、ピンクセットとして、うん、そしたらこれほら、やばい、取れちゃったね。引っ張りすぎると取れちゃうね。これ友達がこうやって遊んでて、フライングタイガーの安いやつだからね、ボール取れちゃったしょうがない。可愛いからまだ。うん。次に携帯。携帯？携帯はね。まあ、ここで。そう、ここ充電器ね、刺さるんだよね、この電池ね。刺さって。しょうちゃんのだけ刺さる。リミのは刺さないんだけど。で、もう一個電気があって。ここあー、ちょっとね。塩ね。お清めの中、変なお皿。これしかなかったんです。最近ちょっと不幸があったので、一応お塩をまだ置いてるって感じだね。うん、で、次にまたミニオンの一部、はい、第2部セット。うんうん。あ、作ったやつだ。
貯金箱。これ夏休みに作ったよね。そう、かわいいでしょ。かわいいでしょ。で、これがスクイーズ。あ、スクイーズなんだ、これ。これを置いてます。そして、これが、あ、またエイリアンがいる。うん。この辺はもう学業セット。ほら。全然学業じゃないやんか。学業じゃないよ。ディズニーランドと C の本会。ほら、あとほら。友達関係の本。汚いな、私。汚いよね。あ、ほら、見て見て、ほら。何これ、ハートのノート。まだ書いてない。これ勉強に関係ないじゃん。ないけど、なんか。関係ないものセットになってんじゃん。そう、ここは関係ない。そうなんだね。さあさあ。まあいいや。で、こうやって。はい。またディズニー行きたいな。ね、春に行けるかも。行きたくない。めっちゃ行きたい。ちーちゃんの誕生日のさ、4月にさ、新しいエリアができるよね。めっちゃ来てない、ここ。美女と野獣エリアが。やばい、汚いのが出てきた。やだー、捨てない。ごめん、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 はい、捨てない。で、次にここになんか、いつカバンにつけるかわかんないので、ここにね、あ、なんか、なんだっけ、キーホルダー。そう、キーホルダーセットをここに置いて、ここがエアコンとテレビ。うん。だからここちょっと名札だから見えない。危な。ティッシュの箱こっちになってるね。そう、ティッシュです、これ。で、ここに時計があって、あ、そこにも時計があるんですけど。ああ、まあね。これ目覚ましだよね。でも可愛いから飾ってて。で、ね、うん、でこれも時計。うん。で、次こっち。こっちも見せていただけるんですか？これはまたエイリアンで、はい、これは去年のママの誕生日にホステンボスってその時のお土産です。はいはい、定期入れなんだよね。そう、2つとも定期入れて、今ミニオンに入れ定期入れてます。それで、この辺はもうあれかな、はい、棚。棚ですね。変わってないかな、前見た時とかで、100均で買ったの。ああ、そうそうそう、これ前あの5分間キャンドゥでね、うんうん、買ったね、買った時に買って、これもね、買ったね。で、これあのバレンタインのさ、ホワイトデーのさ、はいはい、ピクニックで買ったやつ。そうそうそう、全然変わってました、うん、あとニベアと時計とか、うんうん、それしか入ってませんもんね。でも最近ね、あ、ピン買ったやつ、ピン買ったの。今度また、ね、あとこれ、そう、指輪ね、買ったね。指輪買ったの。お気に入りなんですよ。お気に入りなの。あと、ここにこういうのもお気に入りです。で、奥には、ポーチとか、うんうんうん、これ、あの、ゆわちゃんにもらったやつ。あ、これゆわちゃんにもらったやつ、ね。使ってます、ちゃんと。これと、あと、櫛とか、うん、ちょっといろんなのが入ってます、うん。マニキュアとかね、いろんなのが。で、ここに、さゆちゃんが。後ろにマニキュアがあるの？そう。うん。マニキュアとか、そっちは映せるんですか？映せるんですか、そっちは。ビューラー、もう使ってないんだけど。汚そうなんですけど、見せてください。ビューラー、ここに。あ、こうなってんのね。こうなってて、ビューラーとか、うん、もうメガネとか、ここに、ね、うん。こっち側にもあるのね。あと、うん、ピン、あの、とりあえずここに入ってるんです。これ、あー、はい、ピンですね。で、この下が、この下が、ね、見える？なんだこれ、なんだこれ大丈夫ですか、なんだこれ言ってますけど。思い出しました。何何、これがあのさゆちゃん、一番下のがさゆちゃんにもらったやつで、これがちょっと片っぽしかないイヤリング。何、さゆちゃんにもらったやつってどこれ。ああ、あの髪の毛につける栄養のなんだっけ、ツヤツヤになる髪の毛につけるやつと、あと片っぽしかないイヤリン グ全く使ってない、うん、片っぽなんか知ったんだよねイヤリングと、あとカンカン、カンカンはい、あとなんかマニキュアとか、なんか、はいはい、じゃあコーデキのパフね、これ、あ、これね、これが入って、で、これ来て、はい、あとこういうやつ、これマディさんから誕生日にいただいたんです。どれ、これ、あ、これね、バディさんからいただいた、カービィの、可愛いね、これね、うん、そう。で、もう一つあって、これプーさんね、これディズニーで買ったやつ。え、ディズニーだっけ。え、ディズニーだよね。ストアだと思ってた、ちょっと。あ、ディストアだっけ。あ、ストアかもしんない。わかんない、どっちか。あと、カーラーとかも入ってます。カーラー使ったことないけど。あー、そうなんだね。なんか汚いけど、いいの。汚くないよ。そうですか。基礎的には綺麗にストアなんだけど。すいません。はい、じゃあ次行ってみましょう。あと、これが。え、あと、これが、あの、あ、これ浴衣の時だね。浴衣につけたのかな。で、ここが、なんか、ピンクラテの、そう、靴入れ、ね、靴が入ってた箱、靴、これ片付けないよね、見せられないものが、うん、じゃあ見せない方がいいですね。ほら、うわ、ほら、作ったさ、これとか、あとほら、この説明書とか、これ、うんうんうん、あと
これスイッチの立てるやつとかさ、こういうあの100均でリムだったとか、これクエタ入れるやつ、ゲームするやつ、 あとほらこれ、あーあれじゃね、スタイルするやつとか爪切りとか、なんか見せられない。あ、この爪切りここに入ってたのか。私のだからもうピンクで、私のだから、ママのだった気がする。いや、私のはママから奪ったんだから。いつの間にかあなたになってるのかしら。そう、で、下も全く同じで、あ、じゃあ下はね、トラベルセットみたいな感じで、ママがつってこれ、あー、そっかそっか、この裏の家族写真なんです。家族写真でしたね。キーホルダーにしたんだよね。そう、でね、なんかポーチとかほらトラベルセットみたいな、こういうやつがなんか入ってるんです、これ虫除けなんだよね、マスクじゃなくてね。はい、もう洗顔とか入ってる、ニベアの、なるほど、ね、家族写真、家族写真、ここがもう下はランドセル で下はまあこっち側、じゃこっちに戻りますか、ちょっとそこ狭いね。ここがランドセルで、あ、こっちやってるのかな、あ、やってる、でもここも見るだけだね、変わってません、可愛いでしょ、ディズニーで買ったのね、これで、はい、こんな感じ、こんな感じでランドセル、下はこれ何、エイリアン3第4部ぐらいのやつと、あとまたなんか色付きのホワイトボードにかける、そう、黄色とか緑があるから使ってます。で、ここも色々なのが入ってますね。あ、こっちは棚なのね。そう、で、向こうは本とか書いてほら、こういう感じで色んなのが入ってます。で、あっちがそう、ファイルとか、本ですね。あっちが本なんだね。本、こっちはなんかこういうね、前もこれでも変わってないでしょ、前と、本とかノートとかね、そうが入って、はい、で、こっちに来るとこの棚ね、そう、棚です。こう開けていいんですか？ダメ。あ、棚は禁止ですね。何が入ってるんでしょうか？じゃあいいよ、見てもいいですか？いいよ、いいよ。汚いよ。あ、汚いもんね。うん、閲覧注意なの。あ、閲覧注意なんだ。そこまでいかないか。これは普通じゃない？あ、名前シール。うん。これは、クレヨン。あ、クレヨンね。透明クレヨンとか、バディさんからもらった。世界堂で買ったクレヨン。そうそう、あと、バディさんがもらったカービィのやつとかが入ってて、で、次に、こう、真ん中が、あ、きつね。何これ、カチューシャと、さゆちゃんからもらったうちはまだ、ちょっと置いてて、これ、大事な日なんですよ。あ、ちなちゃんのね。グッズを入れてます。はい、ここにカチューシャとかね、いろんなのが入ってますね。はい。で、次に、ここが、電池と、充電器。扇風機の充電器と、これこういうのも充電器なんですけど、これもこういうのも充電器。あ、これチェキ写真やるやつで、下が、今は使ってない、なんかスマホをつけてパソコンにするキーボードみたいなやつね。キーボードです。やろうと思ったらね、スマホのキーボードがなくて、あ、そっかそっかそっか、間違えて買っちゃったんです。そうだね、で使ってない、あとね、ここにね、もし不審者が来た時に倒すハンカチ。何これ、不審者が来た時に、不審者が来た時に倒すハンカチ。あと、なんかこう、そのためのものなのそれ。そう、ウケる、どんだけ心配性なの。ウケるんだけど、終わりね、終わり。ウケるんですけど、あとここにね、100均で買うものがあります。入ってあります。メモ好きなの私。化粧水入れ、二重のテープ、そうね、二重のテープをしてね、二重の跡をねつけたいんだよね。二重にしたいんです、シフ。まあ誰もが願うことよね。あと、化粧水があってここに入らなかったんですよ、幅的に。ああ、そうね、でかいやつ。ちっちゃい入れ物を買って写して入れたいなと。はい、これでしょ、ここにある。そう、そこにこれ、これね、でかいやつ。これ入んないもんね。入んないです。そっか、じゃあそれが入るちっちゃいものを買ってきましょう、借金で、はい、以上です。はい、またじゃあ今日好きを見たいと思います。はい、じゃあ今回は私の机の紹介しました。じゃあ進みます、バイバイ。噛んじゃったの。じゃあ進みます、バイバイ。バイバイ。はい、じゃあリミちゃんの机があれからどうなったか一瞬だけ。はい、リミちゃんの机今こんな感じになってます。はい、まあ、あの日に比べたら全然
片付きましたね。そうですね。うん、こんな感じです。はい。はい。シロンがいた。シロン。え、うちも白黒いっぱいいるよ。これがね、去年のハウステンボスついた写真で。シロン。シロン、コロン。シロン、シロン、コロン、コロン、コロン。シロン、シロン、コロン。コロンでひなたちゃん、あとひなたちゃんの2枚ペンタちゃん、しおかディズニーランドもあのシンデレラ城描いたの。すごいじゃん、これしーちゃんが描いたね。うん、これ落ちただけだけど。え、これ落ちしたのね、その本をね。なんだ、こんな感じで今写真が飾られてるのね。ほとんど白黒ですね。白黒かわいい、ひなたちゃんもかわいい。はい、じゃあ見ます。じゃあさよなら、バイバイ。